エドワード・クロ大使の紋章。イギリス王位継承者として。エドワード・クロ大使は、イングランドの王大使で、イングランド王エドワード三世とフィリッパ・オブ・エノーの、長子。クラレンス公ライオネル・オブ・アントワープ、ランカスター・コージョン・オブ・ゴーンと、ヨーク公エドマンド・オブ・ラングリー、グロスター公トマス・オブ・ウッドストックの2位。オックスフォードシャーのウッドストック宮殿で生まれたため、 エドワード・オブット・ストックとも呼ばれる。アキテーヌ公としてはエドゥアール・ヨン・セイ。非常に優秀な軍人であり、百年戦争前期における主要な戦闘に参加し、すべての戦いで最終的な勝利を収めている。中でも、1356年のポワティエの戦いでは、フランス王ジャン2世を捕虜とし、イングランドの勝利を決定的にした。1337年に、父から、 コーンウォール公に助釈され、イングランド最初のデューケになった。1339年に百年戦争が始まり、父がイングランドを留守にすることが多くなり、早くから形式的な代理を務め、1343年にウェールズ公となった。これ以降、王の父、すなわち王大,大使が、プリンス・オブ・ウェールズとなることが慣例化した。1346年に、 フランス王フィリップ6世が率いるフランス軍を破ったクレシーの戦いでは16歳ながら一部隊を率いて白兵戦を経験している。以後もレー包囲戦やヴィンチェルシーの海戦などに参加し、いずれも勝利を収めている。また、父が1348年に創設したガーター騎士団の一員にも選ばれている。1355年からボルドーに派遣され、 アキテーヌにおける領土を拡大し、フランス南部の多くを支配下に入れた。1356年のポワティエの戦いでは、数的に劣勢にもかかわらず、フランス王ジャン二世を捕虜とし、大勝利を収めた。これにより、イングランドの勝利は決定的となり、1360年のブレティニー、条約を導いた。百六十二年には活上されたアキテーヌのプリンスに任じられ、 フランス南部の広大な地域を支配するようになり、ボルドーの宮廷では宴会やトーナメントが開かれ、王の宮廷に匹敵する豪勢さを誇った。しかし、こうした黒大使の振る舞いは初めは、アキテーヌの住民に好意的に受け止められたが、浪費に伴う重税とイングランド貴族に感触をばらまき、アキテーヌ貴族には与えない姿勢が、だんだん不満を高めていった。 1367年、カスティーラ王国の内戦で、フランスが支援する、エンリケ2世に敗れて亡命してきた、ペドロ1世を支援して遠征し、フランスのベルトラン・デュー・ゲクランと、スペイン軍にナヘラの戦いで対勝した。しかし、この頃から黒大使は赤リに侵されて、病気がちになり、戦後ペドロ1世と遠征費用の負担をめぐり、対立して、アキテーヌへ戻り、黒大使に、 負債だけが残る結果となった。しかも、1369年3月に、ペドロ1世は体制を立て直したゲクランとエンリケ2世の連合軍にモンティエルの戦いで敗しカスティーリャはフランス派のエンリケ2世が治めることになり、アキテーヌは西をカスティーリャ海軍に脅かされる形になった。ペドロ1世は約束した金を支払わなかったが、黒大使は、 連年のように戦争を続け、王に匹敵する豪勢な生活を送ったため、財政は破綻状態となった。財政再建のために1368年、支配下のアキテーヌ綱領に対して、路税を新たに課したため住民の不満は高まった。アキテーヌの豪族たち、特にアルマニャック白ジャン一世と老いのアルブレ教、アルノーアマニューは、フランス王シャルル五世の管轄する。 パリ高等法院に提訴し、これを受けて黒大使の出頭が命じられた。イングランド側は、総主権ごとアキテーヌが活上されたと認識しており、黒大使は自分の好きな時に大軍を率いて出頭すると返答したため、シャルル5世はアキテーヌ公領,領の没収を宣言し、1369年11月に100年戦争が再開された。しかし病に伏せっていた。 黒大使は戦場に出て、指揮を取ることができず、イングランド支配下にあった城、都市は次々とフランス軍に脱回されていった。1370年に黒大使が無料をして、出陣したリモージュの包囲戦では会場させることに成功したが、以前にリモージュが無抵抗で、フランス軍に会場した罰として、住民3000人を虐殺した。これにより、 イングランド軍への反発は一層強まり、各地でフランス軍の猛反抗を受けることとなった。病が重くなって戦場に出ることもできなくなった。黒大使は1371年に本国に帰還。黒大使がいなくなった後はゲクランがアキテーヌ侵攻作戦を展開して次々と領土を奪い取り、イングランドはアキテーヌの大部分を失い、ボルドーとバイオヌ周辺しか保てなくなった。 イングランドに帰国してからは、父に代わって国政を牛耳っていた弟のランカスター・コージョン・オブ・ゴーンとから実権を取り戻し、1376年4月の全領議会の開催を後押しして国政改革に着手したが、同年6月に45歳で赤利により病死した。父も翌1377年に死去し、王位は黒大使の息子リチャード2世が継いだ。 1361年に、父の十枚ジョーン・オブ・ケントと結婚した。当時の王族、上流貴族では、珍しい恋愛結婚で、すでに二度の結婚をしているジョーンとの結婚には、反対が多かったが、黒大使が押し切ったという。ジョーンとの間に、エドワード、リチャードの二人の息子を設けたが、エドワードは、創生、リチャードが後に、国王リチャード二世として即位している。 ジョーンは、エドワード三世の摂生だったマーチ博、ロジャー・モーティマーに処刑されたケント博、エドマンドの娘で、黒大使より二つ年上であり、子供の頃は共に育てられていた。その後、キリスト教世界で一番の美女と称えられ、ソールズベリー博、ウィリアム・モンタキューと、ついで、トマス・ホランドと結婚した。トマス・ホランドの間には二男二女がおり、息子たちは、 リチャード2世の威府系として、後に徴用され、ランカスター家の散脱の原因の一つにもなっている。また、ガーター勲章の創設伝説のキプジンは、ソールズベリー白皮だったジョーンだという説が有力である。エドワード黒大使、エドワード・オブットストックは、ほとんどの場合、黒大使と呼ばれる。その理由は、彼が常に黒色の鎧を着ていたためであるとよく言われるが、フランス側で、 黒大使の残虐行為などに対して、ノワールと呼んだという説もあり、必ずしも明確ではない。実際のところ、存命中層を呼ばれたことはなく、後世の創作であるとの説が有力である。なお、当時の騎士が着用した鎧の中には、表面が磨かれず黒っぽい見た目をしたものもあった。この時期には鎧にも変化が見られており、この黒っぽく見える鎧を着用したために、 黒大使と呼ばれたのだとする説もある。川北 P101、君塚 P126P127P129、ABCDEFG 松村 P226、森 P142、佐藤 P74、森 P148P149、森 P143、川北 P99、佐藤 P78P83、P 君塚 P147、木戸 P72P73、佐藤 P105P106、P109P110、木戸 P73P74。佐藤、木戸 P75P78、川北 P101、佐藤 P109P114、木戸 P79、森、 P154P155、川北 P105、木戸 P79P80、君塚 P149。ありがとうございます。